これ見てなかったですよね。反省会。うん。反省会ですか。当然やってますけど。うん。私だって本当は呼びたいですよ。お。そうしたいんですよね。でも今日もそうですけど、終わったらすぐに帰って勉強です。ああ、たまに本当に不安になりますよ。うん。ええ、そこはもちろんです。あ、でも終わったらぜひまたご一緒してくださいね。うむ。グビグビ。あ、早いな、さすが。そういえば萌木さんから男性はご奉仕されたい生き物だと聞きました。これか。うん。やはり私のような女性でもメイドの格好したら燃えますか。うむ。神。え、今ですか。せっかくだからもう一回見よう。うん。うむ。そうですね。前向きに検討してみます。悪くないんだよなこれな。うん、反応あと一杯ぐらいか。今日はお酒がたくさん飲めそうです。グラスが空のようです。うむ、焼酎だな。うん。かしこまりました。お待たせしました。程度誘えないっすね、なかなか。お、来やしたぜ。さて、いかん、そらいかんぞ。来た、これだ。温泉か。ペキペキしている。うん。できたんだよ。うん？なんだ？これなんだけど、わかるかい？む。おう。なんで初期位置がパイなんだよ。うむ。その、中指の膨らんでるやつだよ。何かの病気かね？ケンダコとかじゃないの？あ、ペンダコか。ペンダコ。あ、病気じゃないんだよな。うん。ノートにはいろいろと書き込んでるけど、それでできたものなのかい。うん。へえ、さすがだね。物知りじゃないのさ。うむ。うん。温泉かい？別に構わないけど。即答だ。はあ？一泊二日だと？うん。バカ野郎！体力には自信があるんだ。俺が疲れてなんかいるわけないだろ。うん。それを言われると、あ、でも一泊二日だろ。奥手だもんな。ひなから聞いたこともあるよ。こういう時の男は絶対に信用するなって。間違いない。今まで俺に不らちな真似をした回数を覚えているかい？わーん。冗談だよ。楽しみにしてるからな、温泉旅行。まあ70万持ち歩いてキャバに来る男だから、よっぽどいいとこ行くんだろうな。
お前が誘ってくれてるのに行かない理由はないよ。イケメンすぎる。函館行こうぜ、函館。うん、やっぱり何もしないってのは嘘だったってことかね。そこは男らしくガンって発想はないのか、この人には。ああ、なんでもないよ。温泉楽しみだな。なるほど、このタイプか。まだ一緒にいてほしいところだけど。うむ。二人でいられる時間は短いんだ。この時間を大切にしようじゃないのさ。触りたいんだけどね。もう一回あの来ないかな、あれ。もう一回聞いてみる。今日さ、短大のダチに言われたんだけど、俺ってセクシーに見えたりするのかい？ははは。俺だってまさか言われるなんて思ってなかったよ。で、どうなんだい？はは。本当かい？女らしいからセクシーなのかい？うむ。これ可愛すぎるよね。うん。あ、そうだ。せっかくだからあれやるか。ててん。確か。やるか。これやってなかったね、そういえば。わかったよ。すぐに用意させるな。一万。任せたね。美味しく召し上がってくれよ。一万のソフトクリームですわ。これすごいんですよ。あ、ナチュラルにミスった今。こうこうする遊びらしいです。もういいべ、さすがに。ちょっとなんかオッケー。これは考えたやつアホだろこれ。はい、オッケーオッケー。おかえりか。ま、俺も勉強あるし今日はいいさ。あれで1万増えるっていう温泉イベント。あ、きゅ、あ、まだあんの上。すげえな、いくつまであんだろう。わーい、今日もありがとうな。うん。あ、あ、そうだ、優しい。大丈夫だと思うけど、くれぐれも気をつけて帰っておくれよ。はい。いやー、久々の休日、一日中どれくらいやってたって。本当にもうデートだぜ。うん。うん、オッケー、行きましょう。この部屋には呼べねえな。うん、でも全体的に綺麗だよね。うん、俺の部屋こんな綺麗じゃない。いいな、一回がっつり勝たしてみっか。俺の部屋も漫画本がでもありすぎてね。行こう。たまにはこうやって羽を伸ばすのもいいですね。うん。確かし。ああ、ひなと今日ならとりあえず殴っておきました。とりあえず。郷田武志くんかな。
変な誤解をするんですもの。びっくりしちゃいました。ですから軽く叩いて変なこと言わないようにしておきました。それがですね、婚前旅行だとか、夜の時はああしろですとか、挙句万歳されまして、つい手が。うちの子ですから度胸はありますけど、変なことを言い出すのはやめてほしいですね。うん。血はつながってませんが、私の大事な家族ですからね。そうですね、今日は試験のことを忘れて、忘れられるのでしょうか。だって私自慢ではありませんが、アホの子ですよ。一日休んだら単語20個は忘れますよ。すごい。うん、綺麗なお部屋ですね。趣もありますし。うん。昔のことを思い出しますね。うん。ええ、昔レディースをしてた頃にたまり場にしていた場所があったんです。はは。それは発想が古い上に犯罪です。その頃にですね、恐喝されていた年配の方を助けたことがあったんです。おお。その方が余らせていたビルがありまして、そこを使わせていただいてました。富豪だ。私たちとしても使わせてもらった分、掃除とかお手伝いでお返ししてたんですよ。うん。使っていたビルだけじゃお礼になりません。その方が所有されていた土地とか、あとは付近の清掃ですね。すげえな。ないですよ。ただ人様には迷惑かけないって心情なだけです。はあ、すごいね。もっと他の言い方ないのかな。うん。いや、そうでもないですよ。喧嘩はよくありましたし。なるほど。敵対チームとの喧嘩もありましたから、そうでもないんですよ。そうですね、最近は喧嘩はしませんね。女らしくありませんから。うん。そうですね、女を磨くなら温泉は外せませんしね。お、そうだな。うん。失礼します。なんということでしょう。うん。ガードが硬いぜ。覚悟はできていますね。え。言い訳は見苦しいですよ。私は女湯から入ったのですが、出て確認しましょう。ですけど。なるほどね。本気で言ってるんですか。お。女たるもの、みだりに肌を見せるべからず。そう思っていますが、あなたがそう言うなら、そうしましょう。お、素直だ。本当にびっくりしました。うん。相手があなただったからよかったです。これが他の方だったら今頃どうなっていたか。神様まとめないんですね。そのまんまなんだ。うん。
何をご想像されているのか分かりませんが、そんなことはしませんよ。まあ CG 作るのって大変みたいですからね。うん。指ポッキ。それは確かにそうかもしれませんね。うん。随分と準備がいいんですね。やっぱり何か企んで。たまにどこまで本気なのか聞いてみたいです。おう。なんでもないです。どうせだから楽しく飲みましょう。おお。うん。今だけはそういう言葉禁止です。何？抑えられなくなるのか。今は平常心を保つので精一杯なんです。解放してもええんやで。心の平静を保つのがここまで大変なんて思ってもいませんでしたよ。今後のためです。暴力は使いたくないのですけど。まったく、あなたに言われるとただでさえ嬉しいのに。今多分あっこで押してたら多分イケてたよね。見渡す。うん。お酒美味しいですね。ちら。パイを見る。なんか突っ込んでくれないかな。話す。落ち着きませんね。うん。はい。やっぱり混浴は緊張します。うん、確かに。さっきから頭をいろいろな気持ちがぐるぐる回っちゃって、タオル一枚だけで男性の前にいるんです。察してください。おう。それにどう思われているのかとか。なんでもありません。難聴主人公だ。一昔前に流行ったやつや。今日はお酒がたくさん飲めそうです。突っ込んでほしいんだけど。うん。お、飲ませてきたね。移動するからちょっと失礼するよ。む、おう。お、嬉しいね。ありがとうよ。見る。じゃんじゃん飲めそうだね。知らん。これは貴重ですわ。突っ込んでほしいんだけどな。今日のお酒は最高じゃないのさ。あんま気にして。お。あ、いや気にしないでいいよ。これぐらい事故だよ事故。おお。そりゃいきなりお前の足が触れたんだ。変な声の一つや二つ出るに決まってるだろ。すまなかったね。でもしょうがないだろ。ギラッとかそういう声が出なかっただけ。俺的にはよしと思ってるんだからさ。底付けは空じゃないのさ。ちょっと待ってな。あざます。突っ込んでほしいんだけどな。
きさ、中井さんに言われたんだけど、うん、俺たち、その、夫婦と思われてるらしい。やっぱり、その、迷惑だよな。ひゃはー。お前はそれでいいのかい？うん。面と向かって嬉しいとか言うな。バカ。お、まだあるのか。パイを見る。さて。あ。そろそろ上がらないと湯あたりしそうだね。うん、そいつは分かって言ってるのかい？ああ。お前からエッチなことを考えてる気を感じるんだよ。もちろんそんなことはねえよな。ははは。バカやが。まあ先に上がってくれよ。女にはいろいろあるんだからさ。せやな。あ、俺もすぐ後を追わせてもらうよ。うん。あ、色っぽい。そうですね。こうやって歩くのもいいものです。うん。今日は誘っていただいてありがとうございます。だいぶもうあれですね、酔いも冷めたみたいですね。それもありますが、こうやって二人で散歩していて思いました。本当にあのお店で働けてよかったです。うん。そうですよ、あなたに会えたのが嬉しいんです。俺を見ても怖がらない男に出会えたんだ。何よりもそれが嬉しいんだ。おお、出た、ナチュラル。みやびさんはあれなんだよ、あの三井くんと同じなんだよ、うん、それじゃあ手を出してもらっていいですか？三井くんかっこよかったね、うん、うん、はいはい。これはパイに行ったらダメですよ、さすがに。あなたのエネルギーをもらっているんです。おお、吸収された。元気玉。これで試験も頑張れます。 OK。 さすがに男女二人で来たらこうなりますよね。なるほどなるほど。うん。これ書いてないな、答え。何もしないはダメだろう。ちょっと四角にしてみましょう。うん。最近一つできるようになったことがあります。うん。それはあなたが思っていることは多少わかるようになったということです。あ、一緒に寝たいけど我慢しているのが見え見えですよ。まあね、うん、ちょっとあの気を使ったつもりだったんですけど、さすがにヘタレか。私だって女です。
この程度のこと問題ないですよ。保育士が子供に添い寝する感じです。そう思えば問題ないでしょ。おおう、まあ精神年齢的な話をすると安心してます。手は出されないんでしょ。時間も時間ですし、そろそろ出ますよ。これ絶対来てほしいやつじゃん。まさか本当に手を出してこないなんて言い過ぎたのでしょうか。いやこれは完全に下手だろお前それでもエロゲ主人公か違うな、うん、まあいいや。これはあれだから、ギャルゲのような何かだから。いいえ、何でも。今更考えても遅いですね。次に繋げましょう。これさ、あれだよね。みやびさんが超奥手で、で主人公が超鈍感だから。うまくいかないっていう。これ多分ね、7月ぐらいにもうちょっとあれだったら、どっちかがあれだったらなんとかなってたやつだよね。だから遊園地のね、あの抱きついたとこでね、あん時はまあでも2人がいたからな。どっかの誰かさんのおかげで不完全燃焼もいいところですから。ほら電車がもう来ます。そろそろ帰りますよ。これはダメですわ。うん、しげ何者なんだ。あ、お泊まり、あざます。うん、これチョコレートラブだけダメなんだよな。マジで無理。お、ん？なんか変なマークがついてる。うん。ああ、そうやな。よかったよかった。うん。画像表示。なあ、色っぽ。体操服、ああ体操服か、これ見たよね確か。うん、残るのかなこれ。残らない。ちょっと待って、もう一回メールチェック。これなできないの、なんかダメか。まあしょうがない。オッケー。あとはもうそうっすね。ちょっと待ってください。今現在やってないのが、あ、初詣デートってやつやってないっすよね。うん、あれやってなかったっけ。あ、多分やってない。それだけかな。それ以外あとクリスマスとバレンタインはエンディングいっちゃうんで、それまではとりあえず自由かな。うん、あとは選択肢、温泉の後のなんかあのプラグ回収が2個あるんですけど、あの片っぽがエンディングに直結しちゃうんで、実質あと1回やったらあれですねって感じなんで、じゃあ切りますか。よし、いけるぞ。